NSV10 機関銃は第二次世界大戦後にソビート連邦が開発した合計 12.7mm の重機関銃である。NSV10 機関銃は第二次世界大戦後の1969年に DSHK3080 機関銃の後継として GI ニキーチン、YS ソコロフ、VI ボルコフの3名が合同で開発した。このため、 1971年にソビエト連邦軍に正式採用された際、3人のファミリーネームの頭文字を取ってと命名された。NSV の本体重量は 23kg と DSHK38 の 34kg に比べて3分の2に軽量化されている。不評用に設計された重量 41kg の三脚化のほか、 KPV10 機関銃の代わりに GP-1 の対空砲がに搭載したり T-64 や T-72T-80 といった主力戦車の砲塔上や車両のターレットに搭載して運用する。NSV の生産工場はカザフソビエト社会主義共和国に存在していたため1991年のソビエト連邦の崩壊でカザフスタンが独立すると ロシア連邦軍が補修部品を入手するのが困難になった。さらに、ロシア連邦軍はより命中精度の高い1 2 7ト、mm、ル重機関銃を要求し、ロシア連邦は1998年に新たに開発された高度重機関銃を正式採用したので、近いうちにロシア連邦軍の NSV はすべて退役する予定である。NSV は ソビエト連邦以外では、ブルガリアインドポーランドユーゴスラビアフィンランドで、ライセンス生産されている。ありがとうございます。